4年ぶりの通常開催が予定されている出鑑書祭りを PR しようと、丹波篠山市の関係者らが今日、神戸三宮で街頭キャンペーンを行いました。このキャンペーンは、今回で70回を迎える出鑑書祭りが、4年ぶりに通常開催することを市外で PR しようと実施されたものです。神戸三宮で実施されたキャンペーンには、丹波篠山市の酒井市長をはじめとする祭り関係者10人が参加し、通行人にオリジナルのうちわなどを配って祭りをアピールしました。また、法被を着た参加者たちが祭り当日に櫓を囲んで踊る出鑑書踊りを披露しました。今年の出鑑書はね、4年ぶりの開催となりますので、これはもう神戸の皆さんにぜひ PR をしたいということで寄せていただきました。兵庫県下最大のね、民謡のお祭りですので、ぜひ皆さんにお越しをいただきたい。出鑑書祭りは丹波篠山市で8月15日と16日の2日間開催される予定です。